地競馬12レースファイナルレース1400です。能力偏差値ですが、b ランク4等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数、グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています。 指数は青色の折れれ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠12番ラインハイトです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では4層前5層前に黄色線を上回っています。能力的には 上位混線の一等で連帯資格は十分です指数の青線の傾向を見ていきます近走は低指数が続いています調子は下降局面にあります距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1400メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと4走前はピンク色の着順が6着で紫の丸が1400 4月は ピンク色の着順が10着で1800。1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが5頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。 指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は6番手からの競馬です。4月は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は25で3位です。上がり指数は17で4位です。平凡な上がり指数で、 させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。六枠七番エリカエクラです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の一頭で。 連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1300 4層前は紫の丸が1800 1400は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は4番手からの競馬です4層前は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです 展開分析シートに切り替えます。先行力は21で4位です。上がり指数は27でトップです。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。4枠4番、浸透茶々です。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、3層前 4層前、5層前に黄色線を上回っています特に3層前は黄色線を20に4層前は黄色線を17上回る優秀な指数をマークしています能力的には上位混戦の一等で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1400、1400は適距離です 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は37でトップです。上がり指数は9で7位です。まずまずの先行力で、前目につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。 馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています明日も馬体が増えていればプラス評価していいです上適性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地高地での出走です地方での指数は中央より指数を下げています上適性はマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています 一枠一番、観音ソラーレです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1300、5層前は、紫の丸が1300、 1300が適距離ですが1層前の紫の丸今回と同距離の1400では低指数となっています1400は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は花を切っての競馬です5走前は2番手からの競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は20で5位です 上がり指数は12で6位です。平凡な先行力で先行できないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。7枠10番、ロマンチックタイムです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、5層前に黄色線を上回っています。特に5層前は、 黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、上位混戦の一等で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1300、5層前は、紫の丸が1700、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2走前は2番手からの競馬です。5走前は後ろから。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は12で7位です。上がり指数は18で2位です。まずまずの上がり指数で差しが効きそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った12番の対戦成績は。 有力馬との直接対対戦がありません。評価対象外です。暫定丸を打った7番の対戦成績は1番に対し1勝0敗10番に対し1勝0敗と勝ち越しています7番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った4番の対戦成績は1番に対し1勝0敗と勝ち越しています4番の対戦成績は高評価できます 暫定白三角を打った一番の対戦成績は7番に対し0勝1敗4番に対し0勝1敗10番に対し0勝1敗と負け越しています一番の対戦成績にはリスクがあります暫定×を打った10番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命20を打ったのは 7番、エリカ・エクラです。能力偏差値は2位の B ランクです。展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは4番、浸透茶々です。能力偏差値は3位の B ランクです。上適性にリスクはあります。距離と展開と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは12番、ラインハイトです。能力偏差値は トップの B ランクです。調子にリスクはあります。白三角を打ったのは1番カンノン・観音ソラーレです。能力偏差値は4位の B ランクです。距離と枠順と対戦成績にリスクはあります。×を打ったのは2番ノア・シーザリオです。能力偏差値は6位の D ランクです。レース感覚と対戦成績を高評価しました。以上。 指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。